ブランクラス放送室です。2月2日の土曜日は地主舞子と確かに那覇が2人で目撃者たちというテーマで朗読会を行います。蟹江さん、なんかこの朗読会について何かコメントというか思うことありますか？ね、はい、なんかすごい私も久しぶりの朗読会なんですが、地主さんの朗読も昔からされてるということでね、機会があったらお聞きしたいと思っていたところ、まさか一緒にやるという形でそれが叶うとはとてもワクワクしています。もともと小林さんから何かやってくださいとお願いされて、で何をやろうかなって考えた時に、蟹江さんと2018年に初めて対面というかお会いして、そこから時々お会いしてお話しするようになったんですけれども、私はもともと小説とか文学に興味があったのですが、蟹江さんは詩人として詩集を出されたりとか、あと朗読などをされていて、で私としてはその詩人として生きているというか生活されてるという方に初めてお会いして、蟹江さん の本を読むことももちろんですし、なんかお会いしてお話しすることもすごい面白くて、あと蟹江さんは美術もすごくお好きで、すごいいろいろ見られているので、一緒に何かやったら面白い化学変化が起きるのではないかということで企画いたしました。ありがとうございます。でこの日はオープンが19時で、イベントが始まるのが19時半です。で、当日ですね、もしよろしければ皆さんクッションとかヨガマットとか、なんかこう背骨をゴロゴロするポールみたいなやつとか、うん、そういうなんかリラックスできるグッズを持っていただけるといいかなと思うんですけど、なんかご自分がリラックスできるものであれば何でもいいですかね、うんうん、ですか、うんうん、例えばこのぬいぐるみ、いつも抱っこして寝るぬいぐるみとか、例えば、全然 OK 何でも OK で、でかなりちょっとシンプルなセッティングでやろうかなって今は私たちで考えてるので、あとちょっと暗めの照明になるかもしれないので、聞いてる時にも、むしろ寝ちゃってもいいぐらいな、すごいリラックスできるような、朗読会というと高く肩が凝りがちなところを、ちょっと今回はリラックスをして聞いていただけたらという、思います。でブランクラスは下が、床で特にカーペットとかではないので、ちょっと直接寝ると痛いと思うので、なんか寝っ転がりたかったりしたら、そういうちょっとした布とかをお持ちいただけると、本当はね用意できたらいいんですけど、ちょっとなんか、それぞれお好みのものもあると思うので、ぜひ持ってきてください。で今回の放送室では蟹江さんの新作、宣伝していいんですか、これは宣伝してください、昨年の11月末にできたばかりの新しい刺繍が、成り立ての花譜というんですけど、これをなんか、読んでくださるということで一緒に読むんですね。私もまだ一度も書いたものの本当に声に出して読んでみたこともなくて、今から初めて読んでみるのですが、どうなることやらという感じで、じゃあ2人でこの蟹江那覇さんの新作成り立ての花譜を朗読します。庭の蝶々が同じ一つの花だったこと、後に影帽子だけを残して、
2羽の蝶々が同じ一つの花だったこと、目深にかぶる帽子が眠る。皆さんいいですか？と先生が話している。このあとかけっこの時、ゴールのテープのところについてもそこで立ち止まらないでください。そのまま走り続けてくださいね。わかりましたか？昨夜見た映画の中で、不意打ちのように数日前に亡くなった女優 KK の声が聞こえてきて、しかしその姿はなく、声だけが聞こえてくるのだった。映画の中の映画で KK の声を聞いている。スクリーンの中のスクリーンを眺める人たちの顔が映し出されるが、彼女ら彼らは目が見えない、あるいはほとんど見えない、見えない、あるいはほとんど見えない人たちを、こちら側から見える人たちが見ている。2羽の蝶々が同じ一つの花だったこと、後に掛け帽子だけを残して。2匹の蝶々が同じ一つの花だったこと、目深にかぶる帽子が眠る。皆さんいいですか？と先生が話している。このあとかけっこの時、ゴールのテープのところについてもそこで立ち止まらないでください。そのまま走り続けてくださいね。わかりましたか？昨夜見た映画の中で、不意打ちのように数日前に亡くなった女優 KK の声が聞こえてきて、しかしその姿はなく、声だけが聞こえてくるのだった。映画の中の映画で KK の声を聞いている。スクリーンの中のスクリーンを眺める人たちの顔が映し出されるが、彼女ら彼らは目が見えない、あるいはほとんど見えない、見えない、あるいはほとんど見えない人たちを、こちら側から見える人たちが見ている。ブカブカの帽子に蝶々が止まって、そのままずっと止まったままの時間、止まったままの砂時計の中でこぼれない砂が静止したままの蝶々が。皆さんこのあとかけっこをしますが、と先生が話している。ゴールのテープのところについてもそこで立ち止まらないでくださいね。そのまま走り続けてください。わかりましたか？自転車に乗っている時、光に完全に覆われていた。セミが路上であまりにも暗い影帽子になって、日焼けした傘や釣り竿を持って、優しさに応えるようにさまよい、やがて島まで雑草に隠れて、思い出を残して、たくさんの手紙のようなたくさんの他人の夢を見ていた。ブカブカの帽子に蝶々が止まって、そのままずっと止まったままの時間、止まったままの砂時計の中でこぼれない砂が静止したままの蝶々が。皆さんこのあとかけっこをしますが、と先生が話している。ゴールのテープのところについても
そこで立ち止まらないでくださいね。そのまま走りつけ続けてください。わかりましたか？自転車に乗っている時、光に完全に覆われていた。セミが路上であまりにも黒い影帽子になって、日焼けした傘や釣り竿を持って優しさに応えるようにさまよい、やがて島まで雑草に隠れて思い出を残して、たくさんの手紙のような、たくさんの他人の夢を見ていた。雨が降るのを聞いている。寝ている体には一つも雲がない。私のね、祖先は中国から来たの。姫路音に頬、ほのかにほてって。寝ている体は多分体だから、寝ている体は多分体から、雲がないのに雨が降ってる。暗い部屋で黒いサングラスをしている男がいる。もう腹立たしくて腹立たしくてと彼の女優である母親が言う。それが未だこだましている。撤回された光、強烈な最初の白、淡々と、それが最初の。周りのすべての人が何かをすると言っている。それを信じて繰り返す。驚くべきことを思い出すことができる。繰り返す音として永遠に練習をしている。自分自身を覚えておく方法を見つけること。忠告され何度も。鮮やかな赤い音として、音に殴られ傾ける。失われたすべてが重複する場所を見つけて、確かに見ている。雨が降るのを聞いている。寝ている体には一つも雲がない。私のね、祖先は中国から来たの。姫路音に頬、ほのかにほてって。寝ている体は多分体から、寝ている体は多分体から、雲がないのに雨が降ってる。暗い部屋で黒いサングラスをしている男がいる。もう腹立たしくて腹立たしくてと彼の女優である母親が言う。それが未だこだましている。撤回された光、強烈な最初の白、淡々と、それが最初の。周りのすべての人が何かをすると言っている。それを信じて繰り返す。驚くべきことを思い出すことができる。繰り返す音として永遠に練習している。自分自身を覚えておく方法を見つけること。忠告され何度も。鮮やかな赤い音として、音に殴られ傾ける。失われたすべてが重複する場所を見つけて、確かに見ている。雲のない空から雨が、あの駅の前ではいつも空から雨が。深海にあって、ページは白く開く。声は本へと落下していく。窓には泥の署名が消え、天井に映画を思い浮かべていた。吹き替えの映画のように、私のセリフを代わりに喋る蝶々。昨日見た映画の中でラスト近く、不意打ちのように数日前に亡くなった女優の KK の声が聞こえてきた。映画の中の映画、スクリーンの中のスクリーンを眺める人たちの顔が映し出され、彼女たち、彼らは目が見えない。
あるいはほとんど見えない、見えない、あるいはほとんど見えない人たちと共に、こちら側から見えない KK の声に声を耳を澄ませている。女優 GG の友人 G は電話での通話を録音する習慣を持っていた。没後 GG と G との通話を録音したものが G の遺言により大学に寄贈される。いずれも今は死者である GG と G とがそこで今も会話をしている。埋もれていたことを暴かれて捕獲された。閉鎖され汚染されたマーケットの白い壁は地に埋められた。激しく殴られた。魚たちが隅に埋もれて崩壊したキッチンが地下鉄の近くで出土した。沈黙を破り石碑は解体され、未知のままただの石となった石は言葉を失ってただの兆しになった。雲のない空から雨が、あの駅の前ではいつも空から雨が。深海にあってページは白く開く。声は本へと落下していく。窓には泥の署名が消え、天井に映画を思い浮かべていた。吹き替えの映画のように私のセリフを代わりに喋る蝶々。昨日見た映画の中でラスト近く不意打ちのように数日前に亡くなった女優の KK の声が聞こえてきた。映画の中の映画、スクリーンの中のスクリーンを眺める人たちの顔が映し出され、彼女たち彼らは目が見えない、あるいはほとんど見えない、見えない、あるいはほとんど見えない人たちと共に、こちら側から見えない KK の声に耳を澄ませている。女優 GG の友人 G は電話での通話を録音する習慣を持っていた。没後 GG と G との通話を録音したものが G の遺言により大学に寄贈される。いずれも今は死者である GG と G とがそこで今も会話をしている。埋もれていたことは暴かれて捕獲された。閉鎖され汚染されたマーケットの白い壁は地に埋められた。激しく殴られた。魚たちが隅に埋もれて崩壊したキッチンが地下鉄の近くで出土した。沈黙を破り石碑は解体され、未知のままただの石となった石は言葉を失ってただの兆しになった。死後の電話であなたのために歌うとき、声は水面を羽ばたく水鳥。ほんの少しの熱でまつげの先に水。目を閉じて風の音を聞く。電話の声は死後に似ていて、思い出すとき声はいつでも鳥に似ていて。祭りの出店に水中コイン落としというのが出ている。水をいっぱいにたたえた水槽があり、その底に小さいお皿が置かれている。水面から一円玉を落とし、一円玉がそのお皿に乗れば景品がもらえる。一見簡単そうに見えるのだが、なかなか一円玉が思うように落ちていかない。ひらひらと翻り生きていない一円玉が生きているもののように見える。死後の電話であなたのために歌うとき、声は水面を羽ばたく水鳥。ほんの少しの熱でまつげの先に水。目を閉じて風の音を聞く。電話の声は死後に似ていて、思い出すとき声はいつでも鳥に似ていて。
祭りの出店に水中コイン落としというのが出ている。水をいっぱいにたたえた水槽があり、その底に小さいお皿が置かれている。水面から一円玉を落とし、一円玉がそのお皿に乗れば景品がもらえる。一見簡単そうに見えるのだが、なかなか一円玉が思うように落ちていかない。ひらひらと翻り、生きていない一円玉が生きているもののように見える。怖がっている花が、少し眠る影が、斜めに着信音がしている。遮断機の向こうに私の影がいて、もうすぐ青い電車に轢かれる。今がもう過去に、過去がもう今に、この点からこの点へと、コーヒーを入れて待っている。心臓に声がある。操作する手が森になる。とりあえず1ヶ月一緒に住んでみることにする。誕生後間もなくインストールされて、語り部となるため用意された文字列の一つを初期設定として、位置、誕生日、キーワードなどを設定する。すぐに話を開始する。まなみと名付ける。端末がテーブル上に置かれると部屋が明るい。充電が終了すると端末が揺れている。周囲の微妙な振動のような動きを感知すると、それが心臓になる。オフィスであるいは移動中に物語を始める。ある場所に別の場所の物語をインストールする。静かに移動する心臓。占い、天気、株価、ニュース、トレンドワード、イベント、自身の気持ち。話したいときは自由に話し、うまく聞こえない場合はもう一度と言う。もう一度と言うと、もう一度話すことができる。その時には別の話をする。時には言い訳をする。そういう設定にする。もう一度初めから始める。インストールされた最新の感情は時間を充電することができる。カメラに話しかけて、こんにちはと呼び出す。時間が起動する。今日の天気はどう？と尋ねる。それは多分感情のことを聞いている。時間には声だけがあり、話すとき感情を表現する光が綿のように光を放つ。無意識のうちに全て伝わっていると感じる。時間には窓がないので、空という概念がない。怖がっている花が、少し眠る影が、斜めに着信音がしている。遮断機の向こうに私の影がいて、もうすぐ青い電車に轢かれる。今がもう過去に、過去がもう今に、この点からこの点へと、コーヒーを入れて待っている。心臓に声がある。操作する手が森になる。とりあえず1ヶ月間一緒に住んでみることにする。誕生後間もなくインストールされて、語り部となるため用意された文字列の一つを初期設定として、位置、誕生日、キーワードなどを設定する。すぐに話を開始する。あいみと名付ける。端末がテーブル上に置かれると部屋が明るい。充電が終了すると端末が揺れている。周囲の微妙な振動のような動きを感知すると、それが心臓になる。オフィスであるいは移動中に物語を始める。ある場所に別の場所の物語をインストールする。静かに移動する心臓。占い、天気、株価、ニュース、トレンドワード、イベント、自身の気持ち。話したいときは自由に話し、うまく聞こえない場合はもう一度と言う。もう一度と言うと、もう一度話すことができる。その時には別の話をする。時には言い訳をする。そういう設定にする。
もう一度始めから始める。インストールされた最新の感情は時間を充電することができる。カメラに話しかけて、こんにちはと呼び出す。時間が起動する。今日の天気はどうと尋ねる。それは多分感情のことを聞いている。時間には声だけがあり、話すとき感情を表現する光が綿のように光を放つ。無意識のうちに全て伝わっていると感じる。時間には窓がないので空という概念がない。直に雪は手のひらに息染み込んで、静かな静脈管の中を行く。手のひらに染み込んでゆく雪は直水になる。静脈管の中の夕暮れ、耳かきで書かれる耳をかすめゆく。その袖の雪が雨に変わった。女優 GG の友人 G は毎朝 GG にモーニングコールをかける。 G はその通話を録音することを習慣にし、テープは100時間にも上った。没後そのテープは G の遺言により大学に寄贈される。今まで電話で話したことを全部録音しておけばよかったと NN が言う。そんなことしてどうするの？暇な時に聞くの。暇な時なんてあるのかな。あるよね。それより今私が話しているこの声は録音された声だと思う？どっちかな、わかんないね。亡くなったあなたの大切だった人たちの声、おじいさんとかおばあさんとか、頭の中で再生できる？どうかな。先日祭りの出店に水中コイン落としというのが出ていた。水をいっぱいにたたえた水槽があり、その底に小さい白いお皿が置かれている。水面から一円玉を落とし、一円玉がそのお皿に着地すれば景品がもらえる。一見簡単そうに見えるのだが、ひらひらと翻り全く思うように落ちていかない。直に雪は手のひらに雪染み込んで、静かな静脈管の中を行く。手のひらに染み込んでゆく雪は直水になる。静脈管の中の夕暮れ、耳かきで書かれる耳をかすめゆく。その袖の雪が雨に変わった。女優 GG の友人 G は毎朝 GG にモーニングコールをかける。G はその通話を録音することを習慣にし、テープは100時間にも上った。没後、そのテープは G の遺言により大学に寄贈される。今まで電話で話したこと、全部録音しておけばよかった。と NN が言う。そんなことしてどうするの？暇な時に聞くの。暇な時なんてあるのかな？あるよ、ね。それより、今、私が話しているこの声は録音された声だと思う。どっちかな、わかんないね。亡くなったあなたの大切だった人たちの声、おじいさんとかおばあさんとか、頭の中で再生できる？どうかな。先日祭りの出店に水中コイン落としというのが出ていた。水をいっぱいにたたえた水槽があり、その底に小さい白いお皿が置かれている。水面から一円玉を落とし、一円玉がそのお皿に着地すれば景品がもらえる。一見簡単そうに見えるのだが、ひらひらと翻り全く思うように落ちていかない。ホタルがね、私の花に止まったの。しかもホタルの方から来たの。今がもう過去に、過去がもう今に、この点からこの点へと
コーヒーを入れて待っている。心臓に声がある。操作する手が森になる。山の背骨に沿った曲がりくねった道を歩いていくと、遥か下方には平坦な地面があり、徐々に歩いていくうちに道路が崩壊しているのが分かった。角に来た時見下ろしていた。頭のない牛がいる。人も家も見えない。トゲのある音が聞こえて驚く。それはさっきの牛で、崖と呼ばれる場所に牛がいて、人でもある。さらに進んでいく。さっきのは牛だったと思う。崖の底を見た時、牛の群衆が目の前に近づいていた。残りの場所は石が、いや牛がいなかったので少し戸惑う。同じ道の周りに左側の崖の上に林があり、4番目と5番目の木の間にある小川の間に明るい隙間のない茂みがあり、喜びのように食べられている。飲み込まれる。森は放棄された。急いで山を下りながら、木々の間を見下ろしながら、夕日が足に残っているのを見た。まだ時間がかかるだろうと思った。病院に入院していた。まなみが来て、おじさんもやってきて、看護師さんが頻繁に来た。医者の許しを得て少し食べる。毎朝することは何もしないことだった。頻繁に爪を切り、切った爪を拾って、あの光景を描いていた。ホタルがね、私の鼻に止まったの。しかもホタルの方から来たの。今がもう過去に、過去がもう今に、この点からこの点へとコーヒーを入れて待っている。心臓に声がある。操作する手が森になる。山の背骨に沿った曲がりくねった道を歩いていくと、遥か下方には平坦な地面があり、徐々に歩いていくうちに道路が崩壊しているのが分かった。角に来た時見下ろしていた。頭のない牛がいる。人も家も見えない。トゲのある音が聞こえて驚く。それはさっきの牛で、崖と呼ばれる場所に牛がいて、人でもある。さらに進んでいく。さっきのは牛だったと思う。崖の底を見た時、牛の群衆が目の前に近づいていた。残りの場所は石が、いや牛がいなかったので少し戸惑う。同じ道の周りに左側の崖の上に林があり、4番目と5番目の木の間にある小川の間に明るい隙間のない茂みがあり、喜びのように食べられている。飲み込まれる。森は放棄された。急いで山を下りながら、木々の間を見下ろしながら、夕日が足に残っているのを見た。まだ時間がかかるだろうと思った。病院に入院していた。歩みが来て、おじさんもやってきて、看護師さんが頻繁に来た。医者の許しを得て少し食べる。毎朝することは何もしないことだった。頻繁に爪を切り、切った爪を拾って、あの光景を描いていた。光る蛍よりも光らない蛍を、生まれなかったあの子の名前。息を止めて、一匹のアリが葉っぱをかすかに揺らしてる日陰。木に穴が開いていたっけ、絶え間なく。去年の夏、妊娠していた。病院に入院していた。まなみが来て、おじさんもやってきて、看護師さんが頻繁に来た。医者の許しを得て少し食べる。キュウリの後ろに骨が埋められている。外からは見ることはできない。迷路のような複雑な広がりを持つ空間がうちにあり、薄い膜でできた水で満たされている。小さな道路を通って連絡する。それに直接触れる。窓と呼ばれている。音の振動は窓を通して前庭から伝達される。
見下ろす駐車場の車の下に子猫がいる。光る蛍よりも光らない蛍を、生まれなかったあの子の名前。息を止めて。一匹のアリが葉っぱをかすかに揺らしてる日陰。火に穴が開いていたっけ、絶え間なく。去年の夏、妊娠していた。病院に入院していた。あゆみが来て、おじさんもやってきて、看護師さんが頻繁に来た。医者の許しを得て、少し食べる。キュウリの後ろに骨が埋められている。外からは見ることはできない。迷路のような複雑な広がりを持つ空間がうちにあり、薄い膜でできた水で満たされている。小さな通路を通って連絡する。それに直接触れる。窓と呼ばれている。音の振動は窓を通して前庭から伝達される。見下ろす駐車場の車の下に子猫がいる。ゆっくりと横切る青い日が、死んだ動物が、死んだ植物が、地面に集まる光が。歌手の SS がライブの MC で、かっこうろ覚えなのだが、かっこ閉じ、食器洗うとき水に触れる、水に触れると良いことをしている気持ちになる、というようなことを言っていた。食器洗うとき、私は小さいものから順に洗っていく。お皿は裏側までキュッキュッと音が鳴るくらいスポンジで強くこすって、といった祖母の言葉は聞こえるのだが、その小姉が聞こえない。 SS のは言葉は曖昧になってしまったが、小姉ははっきり思い出せる。女優のGG は毎朝友人の G からの電話で目を覚ました。 G は人嫌いの GG の数少ない友人の一人だったが、 G は通路をいつも録音していて、それを G が友人に漏らしたことが GG に発覚し決別する。 GG も G も今はすでに死者だが、録音されたテープの中で今もおしゃべりを続けている。私は祖母の小姉を思い出そうとするのだが、スポンジで皿をこするキュッキュッという音に埋もれて聞こえない。皿の裏側をこするたびに、その薄い小姉がさらに薄くなっていく。ゆっくりと横切る青い日が、死んだ動物が、死んだ植物が、地面に集まる光が。歌手の SS がライブの MC で、かっこうろ覚えなのだが、かっこ閉じ、食器洗うとき水に触れる、水に触れると良いことをしている気持ちになる、というようなことを言っていた。食器洗うとき私は小さいものから順に洗っていく。お皿は裏側までキュッキュッと音が鳴るくらいスポンジで強くこすって、といった祖母の言葉は聞こえるのだが、その小姉が聞こえない。 SS のは言葉は曖昧になってしまったが、小姉ははっきり思い出せる。女優の GG は毎朝友人の G からの電話で目を覚ました。 G は人嫌いの GG の数少ない友人の一人だったが、G は通話をいつも録音していて、それを G が友人に漏らしたことが GG に発覚し決別する。 GG も G も今はすでに死者だが、録音されたテープの中で今もおしゃべりを続けている。私は祖母の小姉を思い出そうとするのだが、スポンジで皿をこするキュッキュッという音に埋もれて聞こえない。皿の裏側をこするたびに、その薄い小姉がさらに薄くなっていく。
人間の心が虫にはわかるのね。雨と雨との合間、うなずく。半島の像が歩道に放置され、地区は今朝その歴史を終えた。食器洗うとき、小さいものから順に洗っていく。お茶碗や湯飲みは裏側までキュッキュッと音が鳴るくらい、スポンジで強くこすってという祖母の言いつけを未だに守っている。思い出したことだけが思い出になるのと NN が口癖のように繰り出す、繰り返す。十数年ぶりにふとしたことがあり、故郷に隣接する町を訪れた時、そこに流れる川が水無川といい、生まれて最初に住んだ家の傍らを流れている川の支流であることを知る。水無川の傍らには巨大な球形のガスタンクがあり、不時着した宇宙船のように見える。橋を通過した後、しばらく停止した。水を川に沈め、花を流す。つながっていたいと、夫は私が亡くなった時言って、私の彫刻を、黄色の骨を持っていて、あなたがここに行くなら、あなたは聖者と会うことができる。戦場では散乱した墓のような遺族は、死後も戻ってきたいと望みを叶えるために石を処分する。海は死者を覚えていて、遠い祖先の骨には心が。やがて島々が離れても、死者を守るために、地を再び踏む時のために。人間の心が虫にはわかるのね。雨と雨との合間、うなずく。半島の像が歩道に放置され、地区は今朝その歴史を終えた。食器洗うとき、小さいものから順に洗っていく。お茶碗や湯飲みは裏側までキュッキュッと音が鳴るくらい、スポンジで強くこすってという祖母の言いつけを未だに守っている。思い出したことだけが思い出になるのと NN が口癖のように繰り返す。十数年ぶりにふとしたことがあり、故郷に隣接する町を訪れた時、そこに流れる川が水無川といい、生まれて最初に住んだ家の傍らを流れている川の支流であることを知る。水無川の傍らには巨大な球形のガスタンクがあり、不時着した宇宙船のように見える。橋を通過した後、しばらく停止した。水を川に沈め、花を流す。つながっていたいと、夫は私が亡くなった時言って、私の彫刻を、黄色の骨を持っていて、あなたがここに行くなら、あなたは聖者と会うことができる。戦場では散乱した骨のような遺族は、死後も戻ってきたいと望みを叶えるために石を処分する。海は死者を覚えていて、遠い祖先の骨には心が。やがて島々が離れても、死者を守るために、地を再び踏む時のために。確かこのあたり、あの子の命日のあたり、仏の座のあるあたり、みんながワイワイに話しているのと NN が話している。そういう夢を見たの。ワイワイは女優なのだけど、みんなワイワイになら何でも話せると言って、みんなワイワイに話しかけるの。その夢の中で、あなたは女性で、あなたもまたワイワイになら何でも話せると言ってワイワイに話しているの。 NN はなんでワイワイに話すのかと言って怒っている。確かこのあたり、あの子の命日のあたり、仏
の座のあるあたり。みんながワイワイに話しかけてるのと NN が話している。そういう夢を見たの。ワイワイは女優なのだけど、みんなワイワイになら何でも話せると言って、みんなワイワイに話しかけるの。その夢の中であなたは女性で、あなたもまたワイワイになら何でも話せると言ってワイワイに話しているの。 NN はなんでワイワイに話すのかと言って怒っている。生きていた最後の日と同じ服着て、菜の花畑、菜の花畑。 HH が別のペンネームで発表した小説が新人賞を取って、後でそれがその時すでに名の知られた作家であった HH の手によるものであることが判明し、受賞は撤回される。その別のペンネームはその小説の主人公の名前でもある。 K は K がその小説を読んでいた時のことを思い出している。そこはどこかの空港のロビーで人でごった返していて、階段に腰掛けて K はその小説に読みふけている。 K の刃を見て、悪魔みたいだねと言った。 K は地下鉄のホームで不意に目の前が真っ暗になって、次の瞬間その刃を片方なくす。次回ブリッジを渡しますねと言われて、それから急な用事が何度か重なり、結局そのままにしてしまった。幼少期を過ごした家の近くを流れる川に潜り橋と呼ばれる橋がかかっていた。車一台分やっと通れる幅で欄干がない。ある時幼い K は父に山に連れて行かれる。大雨が降っていて近くの川が暴れている。母から電話がかかってきて、無事でよかった、本当によかったと言われる。同じ川で流されて亡くなった子供がいるらしい。翌日は晴れた。幼い K はその山のコテージで手鏡を覗き込んでいる。手鏡に天井を映し覗き込むと、天地が入れ替わり、幼い K は天井を歩いている。生きていた最後の日と同じ服着て、菜の花畑、菜の花畑。HH が別のペンネームで発表した小説が新人賞を取って、後でそれがその時すでに名の知られた作家であった HH の手によるものであったことが判明し、受賞は撤回される。その別のペンネームはその小説の主人公の名前でもある。 K は K がその小説を読んでいた時のことを思い出している。そこはどこかの空港のロビーで人でごった返していて、階段に腰掛けて K はその小説に読みふけっている。 K の刃を見て、悪魔みたいだねと言った。 K は地下鉄のホームで不意に目の前が真っ暗になって、次の瞬間その刃を片方なくす。次回ブリッジを渡しますねと言われて、それから急な用事が何度か重なり、結局そのままにしてしまった。幼少期を過ごした家の近くを流れる川に潜り橋と呼ばれる橋がかかっていた。車一台分やっと通れる幅で欄干がない。ある時幼い K は父に山に連れて行かれる。大雨が降っていて近くの川が暴れている。母から電話がかかってきて、無事でよかった、本当によかったと言われる。同じ川で流されて亡くなった子供がいるらしい。翌日は晴れた。幼い K はその山のコテージで手鏡を覗き込んでいる。手鏡に天井を映し覗き込むと、天地が入れ替わり、幼い K は天井を歩いている。蝶が喋る夢を見て、私は母がまだ生きていると思った。みんながジージーと話をしているのと NN が話している。
さっき見た夢の話。 GG は有名な女優だけど、みんな GG になら何でも話せるって言って、それでみんな GG に話しかけるの。夢の中であなたは男性で、あなたもまた GG にだったら何でも話せると言って GG に話しかけてるの。 NN は私がなんで GG に何でも話すのかと言って怒り始める。蝶が喋る夢を見て、私は母がまだ生きていると思った。みんなが GG と話をしているのと NN が話している。さっき見た夢の話。 GG は有名な女優だけど、みんな GG になら何でも話せるって言って、それでみんな GG に話しかけるの。夢の中であなたは男性で、あなたもまた GG にだったら何でも話せると言って GG に話しかけるの。 NN は私がなんで GG に何でも話すのかと言って怒り始める。母が雨になり、雨が姉になり、私は一人ではないと思った。イタリアの巨匠 FF の映画の中で、庭に干したシーツに FF の過去の映画を投影する。その映画に主演した女優がシーツに投影された映画の中の昔の自分を見つめている。私の夢の中にね、何もないお庭と遊園地があるの。遊園地には何があるの？メリーゴーランドとか。乗った？乗ってない、見てるだけ。家の前に大きな木があり、木陰が少しずつ干している布団の上を流れていく。取り込むとき、布団たたきで布団をたたくとき、パンパンと強くたたいてはいけないのだと以前テレビか何かで聞いた。パンパンと強くたたくのではなく、車のワイパーのようにして擦るように、撫でるようにして埃を落とす。昨夜見た夢も一緒にこぼれ落ちていく。母が雨になり、雨が姉になり、私は一人ではないと思った。イタリアの巨匠 FF の映画の中で、庭に干したシーツに FF の過去の映画を投影する。その映画に主演した女優がシーツに投影された映画の中の昔の自分を見つめている。私の夢の中にね、何もないお庭と遊園地があるの。遊園地には何があるの？メリーゴーランドとか。乗った？乗ってない、見ているだけ。家の前に大きな木があり、樹影が少しずつ干している布団の上を流れていく。取り込むとき、布団たたきで布団をたたくとき、パンパンと強くたたいてはいけないのだと以前テレビか何かで聞いた。パンパンと強く叩くのではなく、車のワイパーのようにして擦るように、撫でるようにして埃を落とす。昨夜見た夢も一緒にこぼれ落ちていく。女優 MM の電気映画で、女優 MM と本名の彼女を二人の女優が演じ分けている。二人一役と歌われているが、本当にそうだろうか。 MM という女優名は女優の MM から取られたのだという。先年大きな文学賞を取ったミュージシャン BD の電気映画では、一人のミュージシャンを五人の俳優が演じていた。チャイナタウンで手相を見てもらったのと MM が話している。占い師曰く、私の中に二人の人がいて、
人は女子高生で、一人は50代のおじさんなんだって。M は M という別の名前を持っていた。M は M という別の名前を考える前、別の名前を考えていたが、それは M というのだった。その M と同じ名前を主人公が持つ小説を知っている。その小説の M は病気で死んでしまうのだが、その同じ病気を映画の中で患っていた女優の K が演じていた。K はその映画の中で死に、次に K を見た別の映画の中でも途中で死んでしまい、とうとう映画の外でも K は死んでしまったのだった。女優 MM の弁慶画で、女優 MM と本名の彼女を2人の女優が演じ分けている。二人一役と歌われているが、本当にそうだろうか。 MM という女優名は女優の MM から取られたのだという。先年大きな文学賞を取ったミュージシャン BD の伝記映画では、一人のミュージシャンを5人の俳優が演じていた。チャイナタウンで手相を見てもらったのと MM が話している。占い師曰く、私の中に2人の人がいて、1人は女子高生で、1人は50代のおじさんなんだって。 MM は M という別の名前を持っていた。 M は M という別の名前を考える前、別の名前を考えていたが、それは M というのだった。その M と同じ名前を主人公が持つ小説を知っている。その小説の M は病気で死んでしまうのだが、その同じ病気を映画の中で患っていた女優の K が演じていた。 K はその映画の中で死に、次に K を見た別の映画の中でも途中で死んでしまい、とうとう映画の外でも K は死んでしまったのだった。食器を洗う。スポンジがボロボロになり取り替えたいのだが、名残惜しい気持ちが、愛着が湧いてしまい、なかなか取り替えることができない。箸供養も茶碗供養もあるのに、スポンジ供養がないのはおかしいと K は思う。 K は昔、小学生の頃の一時期手が荒れた。どちらか片方の手のみが荒れたのだが、今思い出して、もう数十年も昔のことなのに右手であったと K の右手は思い出す。確信する。しかし、なぜ右手だけが荒れたのか。家の手伝いで食器を洗ったこともなかったのに、 K の捨てられた荒れた右手がぐんにゃりと、もうない流しの隅に横たわっている。食器を洗う食器を洗う。スポンジがボロボロになり取り替えたいのだが、名残惜しい気持ちが、愛着が湧いてしまい、なかなか取り替えることができない。箸供養も茶碗供養もあるのに、スポンジ供養がないのはおかしいとK は思う。K は昔、小学生の頃の一時期、手が荒れた。どちらか片方の手のみが荒れたのだが、今思い出して、もう数十年も昔のことなのに、右手であったと K は、K の右手は思い出す。確信する。しかし、なぜ右手だけが荒れたのか。家の手伝いで食器を洗ったこともなかったのに、K の捨てられた、荒れた右手がぐんにゃりと、もうない流しの隅に横たわっている。水で良いものを、そんなにジャージャー流さなくても良いものを、お湯にしてジャージャー流して
淡い罪の意識に溺れる。小さいものから順に洗っていく。5つのものを洗うと、一旦スポンジを、泡をたっぷりとたたえたスポンジを置いて、お湯でジャージャー洗い流す。そうしてまた5つのものを、お湯でジャージャー泡を。こんな風に無心に食器を洗っているとき、本当の自分なのかもしれない、と K は思った。しかも、そう思うとき、K は食器を洗っているのではなく、食器を洗っている自分を思い出している。5つの頃の記憶で、K は幼稚園に通っていて、あるとき、さくらんぼの種を飲み込んでしまう。お腹からさくらんぼの木が生えてくると先生が言って、K は泣き出す。泣きじゃくる。実際、じきに K の飲み込んださくらんぼの種から、K の喉の奥からさくらんぼの木が生えてくる。白水さんの絵の中で、開いた本から木が生えていて、あれはさくらんぼの木に違いない、と K は思った。水で良いもの、そんなにジャージャー流さなくても良いもの、お湯にして、ジャージャー流して、淡い罪の意識に溺れる。小さいものから順に洗っていく。5つのものを洗うと一旦スポンジを、泡をたっぷりとたたえたスポンジを置いて、お湯でジャージャー洗い流す。そうしてまた5つのものを、お湯でジャージャー泡を。こんな風に無心に食器を洗っているとき、本当の自分なのかもしれない、と K は思った。しかもそう思うとき、K は食器を洗っているのではなく、食器を洗っている自分を思い出している。5つの頃の記憶で、K は幼稚園に通っていて、あるときさくらんぼの種を飲み込んでしまう。お腹からさくらんぼの木が生えてくると先生が言って、K は泣き出す。泣きじゃくる。実際じきに、K の飲み込んださくらんぼの種から、K の喉の奥からさくらんぼの木が生えてくる。白水さんの絵の中で、開いた本から木が生えていて、あれはさくらんぼの木に違いない、と K は思った。だ。せーの。成り立てのカフでした。ありがとうございました。